ピーター・ブルース・リリーは、イギリスの政治家、保守党所属の下院議員、ヒッチンハーペンデン選挙区選出。彼は、マーガレット・サッチャー及びジョン・メイジャー首相の下で、閣僚を務めた。1990年7月から1992年4月まで、通商産業大臣、そして1992年4月から1997年5月まで、 社会保障大臣を務めている。リリーはイングランド、ケント州ヘイズに生まれる。父親は BBC の役員であった。ヘイズカウンティープライマリースクールで教育を受け、ダリッジカレッジを卒業後、ケンブリッジ大学、クレアカレッジに進学、自然科学と経済学を学ぶ。ケンブリッジの同窓生には、ケネス・クラーク、マイケル・ハワード、ノーマン・ラモントラがいる。 1966年から1972年にかけて発展途上国の経済アドバイザーを務める。議会入りする前に彼はロンドンの株式仲介業者 W. グリーンワル &CO のエネルギーアナリストであった。リリーは1973年から75年まで保守的なシンクタンク、某グループの議長を務めた。1979年から保守党調査部の ディレクターとして働き、1983年に会議員となる。1974年総選挙でトッテナム選挙区から出馬したが、労働党候補のノーマン・アトキンソンに敗北した。1983年、セント・オルバンズ選挙区から当選し、1984年から1987年にかけてナイジェル・ローソンの議会担当秘書官を務める。 その後経済担当政務官と金融担当政務官を歴任し、1990年半ばにニコラス・リドリーに代わって通商産業大臣に就任する。当初は右派のサッチャー支持者とみなされた彼はサッチャーに対して個人的に彼女の経歴はリーダーシップ挑戦の第一回投票に敗北した後終了したといい、そしてその後、 最終的な後継者のジョン・メイジャーに彼女の後を継ぐために選挙に立候補するよう訴えた。1992年の総選挙後、彼は社会保障大臣に就任した。1997年には党首選に立候補したが5名の候補者中4位となった。保守党の野党時代には1997年から1998年にかけて、 影の社会保障大臣、影の財務大臣を歴任、1998年から1999年にかけて副党首を務めた。リリーはマリファーナ合法化の主相者であることで知られている。2001年にリリーはソーシャルマーケット財団のパンフレットで大麻の合法化を主張し、党及び国内でいくらかの論争を引き起こした。2005年には、 政府の国民 ID カード導入計画に対して非常に批判的なレポートを某グループから発表した。2005年12月にデイビッド・キャメロンが保守党党首に選出されるとリリーはグローバリゼーショングローバルポリシーグループの議長に任命された。マーストリヒト条約批准に際して閣僚でありながらもリリーはマイケル・ハワードらと共に条約には批判的であった。 元首相、ジョン・メイジャーはリリーをバスタードと呼んでいた。リリーは、英国は欧州人権裁判所を拒絶すべきと考えている。権利同士のバランスについてや些細なことにまで人権が拡大適用されることについて、押し付けがましい、政治決定を行う権利を裁判官に与えることは、司法の政治問題化につながると述べている。ありがとうございます。